友達100人作るもん。よいしょ。はい、いやいやいや、こちらは、渋谷が業界の友達を100人作りたいっていう動画でございます。本日のゲストはこちらの方です。はい、どうも、札幌で、跳躍ブロックというコンビでお笑い活動をしております、高橋と申します。よろしくお願いいたします。高橋じゃん。高橋ですね。高橋じゃん。あの、まあね、あの後輩ですね。はい、まあそうですね。昔吉本のオーディションライブ出てた時からのつながりなんですけど、はい、あの家が近所なんですよ。めちゃくちゃ近所なんですよ。近所で本当に近所なんですよ。だから、はい、あれ住所とかって公表してんだっけ？あ、してない、してない。住所言っちゃダメなの？ダメです、ダメです。あ、ダメなんだ。あ、意外。そのオードリー春日さんみたいなやってないんで。あ、そうなの。むつみそうじゃないの？むつみそうじゃないです。ぽい、部屋はまあね、狭いですけどね、確かに。いや、すごい。高橋じゃん。高橋です。いやね、高橋だなと思って。イケメンだからね、高橋はね、俺の中では。あ、そうなんですか？もうイケメン担当。はい、だから当時、はい、当時だって、あの、その、吉本のオーディションライブ出てて、はい、俺ら MC みたいな感じで絡んだりとかしてた時期があって、お世話になってましたね。顔整ってて、しかも当時黒縁メガネみたいなかけてたじゃん。しました、しました。だからそのなんかインテリっぽいイケメンだなと思って、俺はすごい、あ、女の子の人気出るんじゃないかなと思って、ちょっとで話しかけたら結構喋れる感じだったから、はい、あら、俺は気に入ってたんだけど、はい、あの一個すごい嫌いなとこあって。なんですか？あの当時ね、ベルトがすごいダサかったんですよ。はい、いや、いいでしょ別に。そんぐらいカカカカカカみたいなさいいでしょ別に。顔整ってて黒縁メガネで、メガネ好きはたまらない感じに仕上がっててかさ、はい、そのあのね、ベルトは引くわ。 いいでしょ、ガチャベルトしてたって別に。カカカカカカって言ってましたよ。言ってましたよ、確かに。舞台上どうもーっていうパチパチパチって、カチャ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 って言ってましたよ、ちょっと。あれはなー、ちょっとなー。いいでしょ別に。やめたんでしょ、だからいいじゃん。いや、やめますよ、渋谷さんがめちゃくちゃいじるから、うん、あれはだって引くもん。そうそう。いや、でも逆にあれいじってて、はい、はい、それずっとつけてた方が絶対ウケるけどね。いや、まあまあそうですね。舞台出るたびに顔キリッとしてんのにさ、はい、お腹らへんからカラ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 って聞こえる。まあまあそうですね。美味しいかもしれないですけど、ベルトね。本当にプライベートでもそのベルト使わなくなってね。使わなくなりました。悲しいですよ俺。いや、なんですか。言わなかったら知ってますよずっと。俺はダサいと思ってなかったから。普通に腰を止めるために、もうツールとしてちゃんと何も思わずに、なんならちょっと赤いベルトでおしゃれなんじゃないかぐらいで。ああ、そうですか、そうですか。そうですね。何なんですかその感じ。そうですか、そうですか。はいはいはい、みたいな。変なんですよ彼。いや、そんなことないですよ。もう彼の家なんですよ、彼の、はい、彼のそうです、この方の今家なんですけど、はい、すごい。あの1回目来た時、何年前ですか、初めて来たの。あれでも1年言うて、ちょうど1年前とかですね。いや、ロード歌い出したのかと思って。いやいや、それいいでしょ別に。おい、高橋だからかい。ジョージだからじゃねえよ別に。三船美佳と離婚じゃないですよ。すごい喋る人、どうしたの。振ってくるから。しかもなんか最初いいでしょとか、そのうやむやな突っ込みちゃったから、そのごまかす、うやむやな突っ込みをごまかそうと思って今。すごい喋るじゃん。なんだ、楽しそうだね。いやいや、うるさいな。高橋くんちですごいなって思ったところが一個あって、はい、あの大きい鏡があるんですよ、その、はい、この画面上で僕の指さしてる方にあったんですけど、はい、初めてその1年前とか、はい、2年前ぐらいじゃない、でも。あ、でもそのぐらいもなるかもしれないですね。うん、その初めて行った時にその鏡パッて見たら、鏡の横のところにこうね、はい、あのなんかメモ貼ってあって、はい、なんだろうと思って見たら、ニキビ潰さないっていうメモ貼ってましたよね。書いてましたよ。で、俺それがおもろくてさ、はい、やば、書かなきゃダメそれと思いながらさ。まあ、あと正式に言うと、今ニキビ潰さないって言いましたけど、うん、正式にはあのニキビを潰すなって、あのカメラを止めるなの字体で書いてたんですよ。知らねえよそんな。いいよ。いや、そうですよ。いや、だからそれ久々に見れると思って来たっけ、うん、こいつ剥がしてやんの。それも剥がしますよ。だから渋谷さんがいじるから。いや、渋谷さんいじるから、俺からいろんなものがなくなっちゃったんですよ。ガチャベルトとかメモとか。変なプライドいらないじゃん。それおもろいじゃん。いやいや、だって逆にだから外してていいけどさ、はい、渋谷さん来るってなったらまた春ぐらいのさ。めんどくさいですもん。あれだってカメラを止めるのの自体を見て、それを真似しながらこう下書き書いて、いやいや、でマッキーで全部塗りつぶしてってやってるんですよ。だから受けに行ってるじゃんそれは。でもあれは自分用ですもん。
友達に見せる気ゼロですから。いや、なんでそんな友達に見せる気ゼロのやつ自体とか凝ってんの。いや、楽しいじゃないですか、その方が。楽しいじゃん、貼ってあった方が。じゃあ貼っとけばいいじゃん。いや、違う、なんか木梨憲武、木梨憲武さんとかが一人でなんかバイクいじったりするのと、うん、もう同じですよ。同じじゃないよ。同じですよ。意味を潰すなじゃないよ。同じですよ、全く。俺ショックだったもん、今日剥がれてて。じゃあ、だってあんな書いてないとついついいじっちゃうから、ニキビだったら、うん、でも後になっちゃうから。どうなの最近は、その剥がしてからは。あ、もう今スキンケアしてて。なんで今立ち上がろうとしてる。なんか持ってこいとして。コスメ紹介チャンネルじゃないから。いなんか今、まあまあまあ、お気に入りの乳液があってじゃないよ。最近あの、うん、まあ、元々言うて、うん、まあ元々普通のこのアンレーベルのこのオールインワンジェル。何これ、いいやつなんですか。いや、まあ普通、いや全然そんな特大いいやつでもないですけど、うん、まあ、1200円ぐらいで買える。アンレーベルのオールインワンジェル、これ元々使ってて、うん、でもやっぱりその年もまあ重ねてきて、はいはい、23ですね、うん、まあ中年に形突っ込んできてはいるので。お前35の横で言うような発言じゃねえぞ。すいません。俺もう肩まで使ってるよ。お前片足使ってるっすよ。俺もうどっぷりいってるよ、お前。すいませんでした。気をつけて、それは。すいませんでした。で今肌もちょっと油とかもたまりやすくなって、まあまあまあ、毛穴とかも気になってきたので、うん、やっぱ洗顔後のこの保湿っていうケアだけじゃダメだなと。洗顔後にもう一回その毛穴とかを整えるために意識しなきゃなと思って、最近使ってるのがこちらのナイルっていう、うん、あのメーカーの、 あの、まあ、クレイパッカーの泥のパックを最近してまして。うぜー。ナイル？ナイル。川以外で聞いたことねえ。そうですね。川以外初のナイル。そのナイル側と関係ないですけど、この泥のパックを、うん、そうですね。うわー、もうちゃんと泥じゃん。泥です。匂いとかすんの？あ、しないです、しないです。あ、しない。これを、その泥のパックなんですけど、これを顔に塗って、うん、で、まあ、10分15分ほっといたら、うん、カピカピになるんですよ、乾いて、はいはいはい、して落としたら毛穴子とかも綺麗に泥が落ちてるっていう、うん、まあいいやつなんですよね。なんだってめ立ち上がって持ってくるほどの話じゃないだろ。今使用時の写真も一応あるんですけど。ああ、それは助かるわ。で、あのその泥パック塗ってる状態ってことね。そうです。まあこちらなんですけど。あのいえ、すごい毛穴が分かるんですか、毛穴のプツプツプツっていう、毛穴の場所にちょうどこう点ができるようになってて、要は油を吸着してますよ、泥がっていうのが分かるようになってて、うん、そうですよね。すごいね、鼻のところ。そうですよ、毛穴がすごい。筋肉マンみたいな。どういうことですか。筋肉マンにこんな人いなかった。いないっすよ。ジェロニモじゃないっすよ。ジェロニモじゃない、あのもじゃもじゃのやつ。違う。いや、すごいね、そんなのこだわってんの。アパッチのおたけびじゃないっすよ。いやいや、おいおい。いらないいらないいらない。え、すごいね、はい、いや、まあそうですね、モテたくて必死だもんね。いや、まあ必死っすね。俺だから初めて会った時はナチュラル好青年だと思ってたの。はい、はいはい、まあまあまあ当時はそんな感じもありましたけどね。イケメンでなんかちょっと最近垢抜け出してなんかちょっとダサいメガネかけてたけど、周りの勧めで黒縁メガネにしたら元のポテンシャル高かったから好青年に映ってるみたいな、ちょっとなんかカッペまで、田舎者まで言わないけど、ちょっとなんかそういう匂いしてたの俺の中で。ああ、なるほど、はい。で、久々にここ来たらさ、はい、見てくださいみんな、これ。いや、まあダンベルですよ。ダンベル何がおかしいんですか。やばいよ、モテたくて筋トレ始めてますわ、これ。いや、そうですよ、いいじゃないですか、別にかっこいいんだから筋肉。これワンルームっていう言い方であってんですか。これはワンルームに、あの今もうすごいんですよ、器具が。この裏、ちょうどこのカメラを置いてる裏というか横に、あの懸垂の、はい、懸垂器がねあって、はい、さっき俺一応先輩だよ、先輩なんですけど、はい、ちょっと喋ってる間に喋りながら大物になんかグローブみたいなはめ出して、はい、あ、そうなんですねって言いながらこうやってやってやってなんか痛いな。故障してるやりすぎて故障してるバチ当たるよ、それ。先輩と喋ってる時に懸垂なんかしたらバチ当たるって。いや、すいません。いや、まあ、まあモテたいっていうのもありますよ、やっぱり。いや、そんなん俺やっぱショックだよ。やっぱちょっと田舎の匂いするぐらいの好青年ぐらいの方がモテてたよ、絶対。今このギラギラしちゃってるもん。今ギラギラ、もうモテたくてモテたくて。
泥塗るとは思わなかったよ。言い方悪いっすわ。ちょっと目離したら泥塗ってお前。言い方なんか お点を押し付けてるみたいな。だから定期的にやっぱこう来ないとダメだな。やっぱ一回開いちゃったからね、まあ、久々に、まあね、久々に開いたら泥塗って器具まみれになっててさ。まあ確かに嘘でも半年に1回ぐらいねここをちょっとあの調べに来ないとダメだな。そうですね、まあ物はだいぶ増えたというか変わったところはあるかもしれないですね。いやだから俺彼のことがなんか、はい、その田舎っぽいっつったらあれだけど、はい、そういういいところの一個に、はい、彼けん玉すごい得意なんですよ。ああはい、けん玉得意 でやっぱなんかめちゃめちゃイケてる人とかってさけん玉やらないイメージなの、はい、俺の中で。言い方めっちゃ悪いよ今。そうめっちゃ悪いですね。いやこれ世代が違うからだよ。はい、まあなるほどなるほど。昔遊びのイメージが強すぎて、はい、やっぱなんかけん玉めっちゃやってる子っておばあちゃんちめっちゃ行ってた子みたいなイメージすごい強いんだよね、はい、やっぱ自分の友達とかでけん玉やってる人っていなかったから。あーなるほど。古い遊び昔の遊びだから実家ばあちゃんちが家近いやつとかがばあちゃんに教わって、はい、たまにうまいやついるぐらいのイメージなさ、はいはいはい、だからこの若い状態でけん玉めっちゃうまいんすよ、はい、だからあーなんかおばあちゃん子だったのかなぐらいのそのなんかちょっとなんだろうそのイケてないと言わないけどちょっとなんだろう、はい、その田舎を匂わす感じの好青年っていう意味でけん玉とかっていいなと思ってたんですけ ど、はい、こうやって菊とか泥パックとかの横にけん玉があると、はい、あなんかそういうなんか女の子になんかすごいとか言われるために持ったのがけん玉だったみたいな、なんか全部がなんかそのなるほどモテに行こうとして必死なやつみたいに見えちゃっててすごいやばい。あーなるほど。いやまあそれはまあそうですね。でもけん玉本当に始めたきっかけは全然本当に純粋にかっこいいと思ってやりたいなって思ったからで、うん、かっこいいと思ったらそれともけん玉をうまくやってる自分がかっこいいくなる絵を浮かんでかっこいいって言ったの。まあそれもあります。それもあるのか。ありますただで、まあ、おばあちゃんに、うん、そうまあやっぱけん玉やる人っておばあちゃんがこうやってたからとかおっしゃってたそうです、うんうん、でおばあちゃんに教えてもらったからとかあるんですけど、うん僕はまあけん玉始めたのはあの年齢でいうと18歳なんですよ。いや結構最近じゃないですか。モテたくて始めてんじゃんやっぱ。モテたくてではないですけど高校卒業した年に、うん、あなんか趣味の一個でも欲しいなと思ってけん玉あったらまあどこでもできるしいいなと思って、うん、けん玉っていうのを買って。あじゃあ今でけん玉歴5年。5年ぐらいになりますね。まあ本当に空いてる時間にちょっととかですけど。ちょっとのジェスチャー合ってる。いやすいません、すいません。ちょっとのジェスチャーって合ってた今。フォーチュンクッキーみたいな。すいません。まあクッキーこねるジェスチャーになってます。すいません、すいません。ちょっとけん玉見してもらおうかな。あ、いいですよ。画角的に映るかな。あ、全然全然。このその状態でこういう、うん、スイーツっていうブランドの。スイーツ？はい、スイーツっていうメーカーの。スイーツっていうのはどういうことですか。スイーツっていうブランドのけん玉なんですよ。けん玉のブランドがあります。ブランド。スイーツっていうメーカーとかまあ、ブランドですねの中のプライムっていうプライムなんですけど、はい、スイーツのプライムです、はい、皆さんスイーツのまあそうですね曲紹介みたいになりましたけどスイーツのプライムですどうぞ